ところで、去年、なんちゃんは、黄色い厄介を卒業するという目標を立てていましたが、達成できましたかあれ、そうだっけそう、そんなこと言ったっけ私。黄色い厄介を卒業するなんて、そんなこと言ってたなんかね、私ね、今年ね、別のラジオでもね、黄色い厄介卒業するみたいなこと言ったんですよね。毎年同じこと言って、毎年やれてないんじゃないのこの目標に関しては。ね。いや、もうね、本当にね、いや、あの、あの、 特に、この今年1年、だからその23歳の1年は、自分のね、気持ち悪さというものを受任させられる瞬間が多かったんですよ。まあ、それこそさ、あのー、いろいろね、映像に出してみたりとか、まあ、ゲーム実況とかもありましたけど、そういうのでね、自分の、あのー、言動とかさ、行動とか改めて客観視してみて、いや、本当に気持ち悪いこの人って思って。な <laughs> ん <laughs> でなんだろうね。なんかこう、テンションが、 上がっちゃった時って、み、皆さんそうだと思うんですけど、なんか歯止め効かなくなるじゃないですか。私、それが多分結構、人よりも突き抜けちゃうんでしょうね。あの、本当に言っちゃいけないとこまで行っちゃうみたいなところあるので、あの、それの被害者がね、あの、うちの桃さんなんですけど、本当に、あの、あんな被害者をね、増やしてはならないって、最近固くここ心に誓ってるんだけど、抑えられないもん、抑えられないんだよね <laughs>。誰かね、ちょっとね、もう、あの、もちさんによく言われるんだけど、なんちゃんは見えないしっ が見えるって言うんですよだからそ私その尻尾切ってほしいと思う <laughs> その尻尾切ったらあのちょっとおとなしくなるんじゃないってちょっと思ってるんで今年はちょっと尻尾を切りたい <laughs> はいと思っております